はい、カレーマニアユッキーです。今回は、ハウス食品のカリーヤカリーの辛口です。カリーヤカレー辛口。29種類のスパイスと深みのあるコク。野菜量が 15% アップとなっております。こちらは値段が100円となっておりまして、値段が安いですね。はい。で、ハウス食品、前回のボンカレーはなんと、大塚食品だったらしくて、まあ、ポカリスエットの会社ですかね。うん。ここはハウス食品なんで、まあ、美味しいんじゃない？わかんないけど。うん。これ言っていくか。原材料が野菜、カッコ、ジャガイモと人参、そして小麦粉、牛脂、豚、し、混合油、牛肉、砂糖、ブドウ糖、液糖、カレーパウダー、トマトペースト、食塩、でんぷん、醤油、香辛料、酵母エキス、ガーリックペースト、オニオンパウダー、味噌、ガーリックパウダー、チキンブイヨン、そして調味料、アミノ酸など、と、カラメル色素と酸味料と香料と甘味料、と、香辛料抽出物となっております。容量が 200g。これ前回言ってなかった。まあいい。オリジナルにブレンドした29種類のスパイス、野菜、ブイヨンをじっくり煮込んだコクのあるビーフカレーです。あ、これビーフカレーじゃん。これビーフカレーかよ。ほほー。ほほー、ビーフカレーとな。それではいただきまーす。ビーフカレー美味しいよね。確かにちょっとだけビーフカレーだわ。ちょっとだけっていう言い方おかしい。なんか、なんか、香辛料的なのが、なんか、なんだろう、チョコレート？なんか癖があるというか、あんまりなんか、ん？ってなる味がする。なんだこの酸っぱいような匂い。なんかあれだな。変な味がする。変な味するっていうか言い方もおかしいけど。なんだろう。なんか俺は嫌いな何か。風味がなんか変だな。うん。確かにビーフっぽい。ビーフカレーと普通のカレーを混ぜたような味だな。そんなにビーフ感は濃くないですね。うん。でも確かにビーフだな。リー30倍に比べると、だいぶビーフ感が薄いですね。うん。で、辛さが、まあ、ちょこっと辛いかなっていうぐらいの辛さ。で、関係ないんだけど、リー30倍って、期間限定すぎて売ってないんですよ。あれ、通年販売なのが20倍なんですよ。で、30倍のやつはね、売ってないんだ。うん。だから、Amazon とかで買おうと思っても、売ってないんで、
売ってないね。取り扱ってません。あれ、夏かな？ D30 倍出んのか、夏なんですかね、あれね。で、さらに言うと、普通のスーパーには、まず置いてない。なぜかっていうと、誰も買わないから。辛すぎて多分食える人間がいないんだよね。だから売れない。売れないんですよ。俺が行く、昔新潟に住んでた時に、行ってたスーパー、でっかいスーパーあったんですよ。そこはいつ行っても売ってたんです。確かに。だがしかし、もう売ってないんだよな。だから、売ってたとしても売ってないのに、結構レアなんですね。あれはね。あ、これは、これ三つ星だな、これ。でも結構、癖がある。これ、この、なんか風味が嫌いな人は、あんま美味しくないね。あんまり美味しくないんだけど、本当は二つ星にしようかなと思ったんだけど、でもちゃんとビーフしてるから、そこそこ、100円でこのコスパで考えれば、100円で買えてビーフ感もあるし、まあそこそこ美味しいんじゃねって。ちゃんと肉入ってるし、じゃがいもも入ってるし、人参も入ってる。ね、銀座カリーなんてね、肉も入ってないわ。玉ねぎしか入ってないっていうね。クソ。あれで200円とかね。わけわからん。買う価値なし。ちゃんとボンカレーもね、肉入ってたからね。肉が美味しかった。ということで、三つ星でございます。ご視聴ありがとうございました。